皆さんこんにちは。今回はふるさと納税についてお話をします。確かこのテーマはね、2回目ぐらいだったと思うんですけどね、以前お話したのちょっと簡単に申しますね。ふるさと納税ってなんか言葉きれいですね、まずね。そしてもう一つはその趣旨がですね、非常にきれいなんです。住民税ってみんな払いますよね。自分の本来払うべき住民税をふるさとの方に代わりに入れてもいいよ。でそれを入れたらもう それで本来の住民税を払ったことになりますよということで、すごくラッキーなわけですね。おまけにふるさとの方はその思いもかけないこう納税をしてくれたからありがとうということで、ふるさとのまあ記念品を渡すということをまあ義務付けられてませんけど、気持ちね、ありがとうということでお返しを返礼というんですけどをやってるわけなんですね。ところがだんだんとですね、自分のふるさとじゃなくて返礼品のなんかいいところに入れようじゃないかというふうになってきてるわけです。そしてなんと返礼品がですね、そのふるさとの象徴であるものだったはずが、電気製品とか金券とかですね、もう極端に言うと金の延べ棒とかですね、そういうものになってきたんですね。でその額がですね、まあ普通お返しってまあ1割ぐらいとか、まあそうですね。ところがなんと半額を超すようなものすごい返礼合戦になって効果になってきたわけですね。だから総額として半額の損失になってしまうわけですね、国としては。まあ GDP の意味では変わりませんけどもね。だから本来のその住民税という意味では半分目減りしてしまうと、それはおかしいじゃないかということで、総務省が決めたのはですね、返礼は3割に抑えましょうということなんです。それもルールじゃなくて、まあ言えばできたら3割に抑えてくださいということは、3割はもう無駄になってしまうということなんですね。だからひどい話だということを前回お話をしました。ところがですね、今回は非常にその爽やかな話があってですね、今ふるさと納税で人気の町ランキングでぐーっと上がってきたのはですね、函館市なんですね。でじゃあ函館市はどんな返礼品が来るかというと、函館のすぐお迎えに、青森の、大間市というのがあって、それは大間原発というのがあるんですね。で今それを再稼働しようとしているわけですね、青森の方っていうか国の方がね。でそれに対してですね、すぐ迎えにあって函館はですね困るということで、その原発再稼働反対運動に使うということで、その訴訟に使う、その反対運動に使うということに限定しましたということで、人気が上がってですね、もうとにかく去年の総額よりもですね、もうすでにわーっと今上がってきてるんですね。だからそういうふうに本当に気持ちのいい、その市民として、国民として、国家として非常に望ましい方向に、使われる例が出てきましたので、どうぞ皆さん、そういうことを応援してください。少なくとも東京大阪に入れるよりはですね、本当にその地方が苦しい中で、苦しい活動をしている、私は夕張なんかも応援したいと思うんですけどもね、どうぞその限界集落、消えようとしてる、消えるかもしれない、集落を応援する、そういうふうに使ってください。それこそその自分が半分儲けようとかですね、なんか 得のためにって、そんなもうせこいことやめましょうね。よろしく。